どうも、遠藤です。ブラックスクワット。今日も MP7 使ってきます。最近ね、MP7 ハマりまくっててね、ついに使用率が1位になっちゃいました。なのでね、私のメイン武器はもう現在 MP7 になってますね。で、これ、3種類全部持ってるんですよね、MP7。まあ今日使うのはノーマルです。というかやっぱね、ノーマルの MP7 のね、カラーが一番好きなんでね、結局はずっとこればっか使ってますね。ゴールド取ったんだけど、普通のばっか使ってます。ということでね、今日最近はね、もうずっと、なんだろうな、そんなにゲームする時間がないんでね、家帰ってきたら2、3戦、チームデスマッチやって寝るみたいな生活になってるんでね。まあそのチームデスマッチを毎回 MP7 使ってね、特攻プレイをね、やってるんですけど。まあ、それもあってか、最近はベストキル、ベストスコアがね、安定して取れるようになってきてるんでね。まあ、ここで一つ MP7 のね、勝つための MP7 動画をちょっと作ろうと思って。ということでね、MP7 はサブマシンガンでね、動き打ちする銃ですね。集団がそこまで良くはないんだけど、まあ、フルオートの時の集団がいいんでね、まあ、歩きながらこうやって、動きながら、常に動きながら撃っていくっていうような銃ですね。まあ、AK とか M4 ってやらないか、HK416 とかは止まったりしゃがんだりして撃つ人が多いんだけど、これは基本的に動きながらこうやって撃っていきましょう。まあ、遠距離ダメなんだけど、このぐらいだったらいける。で、しかもフルオートでね、当てれるんで、結構使いやすい、素直な銃となってますね。やっぱね、こういうところがね、MP7 は強いですね。これ近距離でこうやって左右にね、動きながら撃ってくるっていうのは、やっぱ強みではあるんでね。あと、発射のレートも短いし、弾数も多いんでね、こういう狭い空間において CQB するにあたってめっちゃ強いですね。もう AK と M4 だっけな、にも勝てる、そういう銃ですね。まあ戦い方、自分のやり方なんだけど、狙うところはね、だいたい首あたり狙ってます。だいたい首。本当に至近距離だったらね、頭に当たるんでヘッドショット判定出るし、ちょっと離れててもね、頭に何発か当たりつつ、首に当たってとどめ刺すみたいな感じでね、割と早く相手を溶かすことができるんでね、この打ち方してます。こんな感じで。弾数も多いんでね、マルチキルも狙いやすいっていう意味ではね、チームデスマッチすごく有効だと思います、この武器。ほら、全然相手に AK とか M4 とかもいるんだけどね、打ち勝ったりもできてるんで。この武器最初ね、ネタ武器だと思ってたんだけど、全然使えたね。普通に強いっすわ、こうやって。一人二人、三人抜きしていく。まあやっぱ狭いとこはほんと強いよ、この銃。みんなもね、使ってみてほしいですね。MP7 使ってる人あんまりいないんだよね。みんな AK か、なんだっけな、HK416 のカラーの青いやつ、スノーフレクとか使ってる人多いんだけど、このノーマルのね、M4 でね、のカラー使ってる奴らをもうボコしていくよ、みたいなね、気持ちいいですね。こうやって、もう同打ちでも全然、ささっと倒せるんでね、すごくいいっすね。強い。ってことで、MP7、ガンガン最近使ってます。まあ、あとね、首のあたり狙うにはもう一個ね、理由があって、しゃがんで撃ってくるやつ、途中でしゃがんでくる人がいるんだけど、しゃがむとね、ちょうど頭に当たってヘッド判定になるんですよ。それがまたね、仕組み上強くて、この撃ち方の。すごくね、有用なんで、ちょっと皆さんも試してほしいですね。で、下潜って、やっぱね、こういうなるべく、ロングとか、まあ、このマップあんまりロングないんだけど、結構距離が離れてるところの敵は、ドットサイト覗いて撃ってもね、あんまり当たんないんでね、気をつけてください。基本的には近距離で戦うっていう、そういう銃です、この銃。撃っていく。まあ、遠距離、まあ、覗いて1、2発かな。2点バーストか3点バーストぐらいすれば、まあ、倒せないこともないけど、ヘッド狙いはね。だけど、あんまりそれやるぐらいだったら、距離詰めて戦った方が全然勝ちやすいんでね。どんどん近距離で倒していくっていう感じしていきましょう。あの奥当たらないか。まあ、ちょっとあっちはほっといて突っ込んでいきましょう。でね、遠距離こっから、ああいうのね、ほら、ああいうの。一応ヘッドは狙いんですよ、この距離で。ただ覗いて撃つには、まあ、3点バーストぐらいが限界かな。すごいすぐ散らばっちゃうんでね、もうほとんど
当たんないし、あと威力厳正もあるんでね、ワンマガジン全部打ち尽くしてやっと倒せるぐらいなんですよね、あの距離だと。体に当てるとね。てな感じで、どんどん近づいて打っていく。こういう近距離で、こうやって移動して打っていくのはこの銃強いんでね、どんどん突っ込んでいきましょう。まあ基本はもう突っ込みまくってますね、私はもう。こうやって突っ込んで打って、相手の裏を取って。やっぱね、弾数が多いんで、マルチキルもできるんですよね、この銃。40発ですかね。40発で足がすごい速いんでね、もう、裏取って、もう背中なり頭なり打つなりしてね、3人4人とボコボコ倒していくっていうのが、すごいこの銃だとね、実現しやすいんでね、すごい、チームデスマッチだと本当におすすめです。もう一人やって、あいつやっていく。ここがね、いいっすね。最近こうずっとここにいることが多い。ちょっと遠いかな。あの距離だともう他の人に任せておいた方が効率がいい。ライフがないんでちょっと上に行くが、おっと、HK416 に撃たれてしまう。ちょっと、瀕死だったからね、仕方がない。さあ、で、129対143、おっと油断してしまった。これはもう勝ちですね。あとは私がね、突っ込んでいって、何キルかして終了っていう感じにしていきたいが、上の持って、一人やって、終了の勝ちですね。はい、まあこんな感じです。MP7 全然ね、強い武器だったんでね、みんなも使ってみてください。もうキル、マルチキル、量産武器っていう感じでね、すごい強いです。まあ今日はそんなとこで以上です。